ちが同じように消えないうちに。よし、もう一度船内を調べてみようぜ。な、な。おもちゃをやたらに振り回すんじゃないの。危なかしくて仕方ないじゃない。特にこれといった手がかりは出てこないな。え？ユイ見た？人影。この辺を分担してるの僕らだけじゃん。議員は医務室に行ったんだったわね。うん、ジョイさんはレストラン、大男は船長室って決めたったけど。やっぱりさっきの人影が気になるわ。それとなく質問してくれない？わかった。まず医務室の方を見終わってみてどうです？何か異常はありませんでしたか？いや、別になかったと思う。ちょっと気になったといえば、入り口のドアか。え、ドアですか？ドアがどうかしましたか？自動ドアが手動に切り替わってた。ただそれだけだ。大したことではなさそうだがね。あなたが切り替えたんじゃないのは確かなんですよね。あ、最初スイッチを押して反応がなかったんで、わざわざ手を使ってドアを開けたんだ。となると、以前に出入りした者が操作したまま忘れてしまったんでしょうか。さあ、何とも言えないな。とにかくそれ以外におかしな点には気づかなかったな。
どうです？食堂の方では何か異常がありましたか？いいえ、別になかったと思うわ。ただちょっと気になったのが水道のこと。蛇口が開いて水が出しっぱなし。誰かの閉め忘れかもね。いくら無人の船でもきちんとしとくべきよ。ねえ、この船の中には。この船には誰かいるんじゃない？私たち以外にも。まさか。死神と一緒にゲームをしているようなものだ。ええ、命の保証はないわ。すみません。たまたま外を通りかかったら話し声が聞こえたもので。何か用事でもあるのかね。いえ、別に。あ、ところで。船内の探索を続けなくていいんですか？あの、こんな場所で一体何をひそひそ話し合っていたんですか？あなたには関係のないことでしょ？しかも二人っきりで。おしゃべりが過ぎるよね、やっぱり。何を聞かれたにしろ、このあといろいろ目障りになりそう。
方ないだろう。しばらくの間一人でおとなしくしていてもらおう。ここから出してくれないか。ありがとう。やっと外に出ら。